皆さんこんにちは。1分レッスンにようこそ、ヴァネサです。今日は私と一緒に新しい表現学びましょう。 Le bouche à oreille という表現を紹介します。 Le bouche à oreilleLe bouche à oreille. 直訳したら耳に口となります。おかしいですね。どういう意味かな。 Le bouche à oreille というのは皮下式を伝える情報、口コミ、口づってっていう意味です。秘密の話する時の耳元でささやく様子を表現しています。口づっての情報を表すために使います。Comment je le sais? Grâce au bouche à oreille. J'ai trouvé mon travail grâce au bouche à oreille. Le marketing du bouche à oreille est très important.わかりましたか？日本語では口から口へって言いますよね。でも気をつけてくださいね。時々ルブーシャオレイヨは噂ですから、情報が間違ってることもありますよ。それではまたね。ありがとう。